はい皆さんこんにちは山内大二です今日はご質問いただいてます心理学やカウンセラーの仕事に興味がありますおすすめの大学を教えてください多いんですよなんとなく心理学興味があるんだけどどこの大学がいいですかって質問してくる人すごく多いんですけど例えば皆さんどうやって高校を選びました正直誰もがトップ高校に行くわけじゃないですよね 現実的に入れそうなとこ、みんな選んでるわけじゃないですか。まあ、トップ高校行った人は頑張ってください。心理学はそれこそ東京大学京都大学でも勉強できますし。まあ、その受験の難易度が高いと言えない大学にも心理学はあります。なので、あなたが受験勉強をして行ける一番高いとこ行ってください。東大行けとは言いません。だけど、まあ皆さんがいる高校私がいる高校の。 仲間たちがい目指ししててるる大学ってあるでしょでそこに心理学ありますから大きくは文学部の中の心理学と教育学部の中の教育心理学それから最近だと心理学部とか臨床心理学部を名乗ってる大学も多いのでまああなたの手が届く受験の難易度が高いとこへ行ったらいいでしょう。あとは 公認心理師臨床心理師認定心理師といった国家資格はまあきちんと取れるところへ行くまあほとんどのところでは取れるんですけどねそれと実験心理学でも発達心理学でも心理学の中のどの領域を特に私は研究したいのか例えば犯罪心理学をやりたいなんて人もいますねその分野の先生が揃っている大学を探すなので教授の専門分野を見て興味関心が持てる大学を探すあとは就職実績です 正直なところ心理学を学んだ人全員がカウンセラーや心理の専門職にはなりませんはっきり言って心理はフランス文学ですフランス文学を勉強してフランス文学の会社に行く人ほとんどいませんよね心理も現実的にみんな看護や保育や福祉と違って心理を勉強した人のほとんどは一般の企業に就職しますまあ公務員になる人や病院に行く人も若干いるんですけどね なので心理学に興味のあるあなたは心理の専門職に就きたいと思っているのであれば就職データを見て医療系の就職が多い大学を選ぶというのが一つの選択ですね。ちゃんと病院であったり心理を生かした仕事に就いている人が多い大学もちろん少なくてもあなたがそうなればいいわけです。ということで心理の大学は、まあ、人気分野なのでいっぱいあります。なので重要なのはまずは自分の学力で行ける一番高いところへ行く。 まあそうすれば質の高い教育や研究を受けられる可能性が高いそれと自分の興味のある学問分野資格就職そういうもので探してください行こうと思えばどんな難しい大学でも心理学はできるわけですねであとはまあ心理の名門とされている大学もありますのでよく探して比較をしてください頑張ってくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまた メガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。